エビ中の動画とか。じゃあ今日茨城地元だよって人。おえ？ああ、地元の人ありがとうございます。ね、なんかさ、今日はさ、ここなの。はい、地元凱旋ライブなわけじゃないですか。凱旋ライブです。ということで、はい、今日は、水戸に来たら絶対ここにいてほしいっていうところをちょっと私紹介してもいいですかね。めっちゃみんなその情報欲しいよね。知りたい。写真あるんでしたっけ今日？写真用意しております。ありがとうございます。じゃあココナのとっておき水戸スポットの写真。ダン！え、これは？これは？何これ？美味しそう。これ知ってる方いらっしゃいますか？有名なの？結構これは、スタミナラーメン松五郎さんのスタミナ冷やしです。これ冷たいの？まず熱々のあんがあります。あん。そこに下にもう冷たく締めた麺があるんです。あんと、そう熱々のあんとこの麺がもう本当に相まって甘辛い味で本当に美味しいんですよ。あ、じゃあ熱い冷たいって。軽くなった。いや、だってさ、熱いのかけたらさ、どんどんさ冷たくなくなってくるでしょ。そうだね。はい、で、この具材も見てください。はい、何だと思いますか？え、なんだろう。キャベツ、キャベツ、ニンジン、酢豚みたいなやつってこと？ニラ、ニラ、ニラ、ニラあります。はい、この酢豚みたいなやつはレバーです。レバーなんだ。はい、本当にここ美味しいんですけど、ちょっと今日はね、臨時休業って今日に限ってこんなにみんなに行ってほしいって言っといてね。残念だね。臨時休業なので、見に行ってみてください。ここで食べたことあるよっていうのを見に行ったり見に行ってください。ぜひぜひね、今度水戸に来る際は食べて、今日は見たかったら見に行ってください。今までの感覚としては、はい、東京、千葉、神奈川、埼玉とかはいたけど、そんな行く期間たくさんあったから、めちゃくちゃ凱旋わーいみたいにはなんない。そうだね、感覚的にはね。そうだね、だってみんな一応関東に住んでるから。そうそう、そうね、そうだよ、関東って言っても結構近めの関東に住んでたから、まあ地元っちゃ地元だけどみたいな感じで。初めてじゃない、こういう凱旋っていう感覚。あー、確かに初めてですね。ちょっとそうだね、マインド茨城で頑張りたいと思います。マインド茨城、ちなみにマインド茨城って頑張りましょう。マインドヤンキーかな。ヤンキー、ヤンキー、ヤンキー。え、茨城の人ヤンキー、ヤンキーだったよみたいな。やっちゃな。あ、やっちゃ、やっぱり、ほら、暴れんなよ。絶対ダメ。出してこい。マインドだけ暴れてもらって。茨城弁とかってあったりするの？ああ、あるぺ、あるぺ。ペノね。ペナか。そう、なんとかなんだって、こう語尾上がりになる、尻上がりになるのかな。それちょっとなんかヤッ的な言い方に聞こえるから、ちょっとヤッキーっぽく聞こえるのかもしれない。そうなの？なるほどね。そうなの？そうなのかな？そうしたこっか。そういうことにする。そういうことね。茨城の納豆を食べたということで、はい、イエーイ。なんだなんだ。はい、今日は私の、はい、地元茨城公演が終わった直後なんですけど、どうでしたか？いや、もうね、とにかくね、最初から最後までココナがめちゃめちゃ楽しそうだった。もう目が合うたびにめっちゃニコニコでしたね。簡単だったもんね。やっぱりこう地元でできるって嬉しい。そうですね、場所コンクールもやった場所で、思い出の話だから、すごくこう、なんだろう、この記憶も蘇ってすごく楽しかった。あそこで合唱コンクールって結構緊張するよね。めっちゃ緊張しました。そうだよね、かなり大きいのね。そうで、結構な人数いるから、その中でこう歌うのは、あの合唱コンクールの緊張もちょっと忘れられない。そうだね、楽しかったです。あの時
よりも何十曲も多く今日歌ってしまう結構確かに。でもあの時の緊張感の方がちょっと高かったかもしれない、合唱コンクール。まあ確かに学校のああいうのってシーンとしてるからね、今日はさ、ファンのみんながさ、すごい盛り上げてくれて、はい、すごい楽しみに、ね、本当あの一番最初の1曲目から、ね、ココナと目が合うたびにすっごいニコニコで、なんかね、さっきほんとずっとニコニコだったの、とにかく楽しそう、本当にそんなに、うん、もうあの、ね、ニコニコが抑えきれてなかった。あ、抑えきれてなかった、地元愛がいっぱい出ちゃうって言うのも愛知になったし、そうだよね、そっかそっか、ね、やっぱ地元でライブ初めてだったので、うん、楽しかったです。コナのお母さんが、うん、あ、そう美味しかった、美味しかった。私ノーマルの方食べたんだけど、あの茶色の方は抹茶だけ、抹茶と醤油と味噌、うん、あ、そうだそうだ、そっか、そうですね、甘じょっぱくてめっちゃ美味しくなる、美味しい。あのうまい棒どうですか。うまい棒がでもハマっちゃって、ハマっちゃった、私本番前に4本食べたんで、あれめっちゃ美味しい。あれはもう地元では定番のお菓子。そうですね、結構駅とかにもすごいお土産コーナーで売ってるぐらい定番のお菓子、うん、ちゃんとネバネバしてた、うん、納豆食べて、食べてます。桜木家が作った伝統の干し芋。あー、それね、本当に美味しいよ、大学芸会の時にもあってね、ファンの皆さんは食べる、そう、食べないよね、食べない、食べてほしいのに、食べない方は。じゃあ訪問そば、本当になんかけんちんそばがすごく有名で言われてるのだから、なんかちょっとそばも太めで、そば粉の味が結構多いな、で具もたくさんあって本当に美味しい、結構テレビとかで特集されてるような天然そばなんで、ぜひ食べてください。今日のご飯で出たうどんは、わけある。あれなのか。いや、私びっくりして。あ、そばでもないんだ。ケンチンでもないし。あ、確かに、なんか地元民からしたら、なんだろうな。美味しかったよ。美味しかったけど、ネギと生姜でしたっけ。そうそうそう。なんか何の生姜のね。なんかね、優遇なのかなと思ったけど。それは関係なく、あと2日前に体ポカポカになっちゃって暑かったね、美味しかった、美味しかった、でもそれも食べてみたい。うん、茨城はやっぱ海浜公園、ひたちなか市にある、ここの遊園地もすごいアトラクションすごい充実してるんですけど、反対側になんか結構お花畑がすごい広がってて、ネモフィラって言うんですけど、なんかそのお花畑がすごく映えるし、色とりどりの花がいっぱいあるので、そこすごくおすすめです。みたいに、みんなに写真撮りに行きたい、うん、遊園地もめっちゃ楽しい、行きたい、意外と地元に近くて、すごい、あるんで、海外館とかあるんだけど、ごめんなさい、行くことなくて、確かに地元にいるとさ、そういう観光スポットってわざわざ行かなかったりとか、だからそのネモフィラが本当に有名ですけど、結構緑のカレーとか、緑ネモフィラカレーっていう、青か、青っぽい、色っぽい、鮮やかな色、味は普通のカレーなんですけど、そうなんだ、めっちゃ美味しい、映えあ、映えなんですか、あれか、青色のネモフィラ畑がいっぱいの、そう、それ青とかも赤もあるし、色もあるから、ジェットコースターとか遊園地めっちゃ楽しくて、うん、そのジェットコースターとか結構激しいけど、でも優しい系の、めっちゃ激しいのあります。あ、そうなんだ。それは乗りたいね。あ、いける派ですか。いける派、めっちゃいける派。あの、こういうやつあるじゃないですか。あ、あるね、あのそうバイキング、バイキング回転するんです、回転しながらこうグラッて、やばいね、それは。あれ乗ったことないです。あ、乗ったことないの。いけないやつ。はい、いけないです。あの普通のジェットコースターは大人になって、大人になってないけど成長して乗れるようになりました。あ、うちのタイプのジェットコースター、それも結構すごい、結構すごいです、あれは。まず人が暑い、暑い今日のライブは暑かったですね。確かにそうだね、なんか本当に人のつっこい性格
て、だけどそのやっぱさっきも言ったんですけど、なんか方言でやっぱ威圧的に感じるからヤンキーっぽいみたいな。本当にみんな優しい。マインドヤンキーなだけで。あ、でもね、ヤンキーってさ、こう情熱的でさ、熱くて優しいってイメージあるから。優しいヤンキーだから。ね、そう、それが私だから。そうね、優しいヤンキーよね。そうでしょ？ギャル。あ、ギャル。なんか、ほんと根性あるし、茨城県民は本当に熱い人が多いです。はい、素晴らしいです。根性っていうと確かにここのめちゃめちゃ根性あるから、うん、茨城県民なので、もう冗談の方が確かに受け継いでる、うん、ねえ。やっぱ関東ってなかなか観光に行こうってなんかなりにくいっていうか、うん、なんかせっかく旅行行くなら遠出したいなって思っちゃったりするんだけど、うん、でもね、今ねここのいろいろ観光スポットだったりとか美味しい食べ物を聞いて、ちょっと、ね、近場でちょっと明日休みできたらってなったら茨城に行きたいなあ、うん、なんかその時はここの紹介してくれたあの、うん、そのゲラーメン、あー、あれか、ね、ライブでスタミナーラーメン、そう、あれも食べに行きたいですね。ね、食べ行きたいね。今日は臨時休業まさかの、ね、まさかの紹介しようと思ったんですけど、また後日行きたいですね。はい、これからも茨城と桜井ココナをよろしくお願いします。よろしくお願いします。